皆さんこんばんは。風のしずくです。ちょっと音がうるさいと思うんですけれども、今日はですね、前回ちょっとうまくいかなかったアロマジェルキャンドルを作っていこうと思います。で、前回湯煎で失敗というか、気泡がすごく多くて、やっぱりキャンドル作りの友達に聞いたら、やっぱり湯煎だと真ん中に気泡の塊ができてしまうというので、 IH を買ったんですね、クッキングヒーターを。で、その音が今ちょっとうるさいと思うんですけれども、買ってこれを溶かそうと思ったんですけど、なんとダイソーさんでずっと売り切れだったこれ、100均のジェルキャンドルですね。これがなんとキャンドゥさんに大量入荷してまして、せっかく IH 買ったんですけど、まあでも一番これが使いやすいので、そういう意味では嬉しいです。ただ、今日はこちらなんですけど、ちょっと前回と同じ入れ物が入荷してなくて、ちょっと縁が小さいんですね。その辺不安要素はまだあるんですけど、安定感もちょっと多分ジェル固まるまで安定感も微妙なので不安はあるんですけど、今日ちょっとこちらで、こちらでやっていこうと思います。ブルーでいきます。アジサイ、花びら、あとは白はこれだけ、もう4箇所にちょろちょろっとやるだけ。あとこれ、おちょっとこのままだと大きいので半分に切ったものですねを使います。これも半分に切って使います。3つで足りるかな。それでは入れていきます。あ、それでブルーもあったのでブルーも一つ入れたいんですけど、ちょっとどのタイミングで入れるか。あとアロマオイルですね、これも100均でバイオレットというのがあったんですけど、これもどのタイミングで、このチューブをこうやって入れるので、ちょっとどのタイミングで入れようか今ちょっと考え中です。ではやっていきます。辛いですね。とても綺麗なブルーです。
こんな感じですかね。今日ちょっと音がうるさいので声張り上げてます。もうちょっとかな。ですね。どうだ。最初に最初にちょっとブルーをただこれ入り口がやっぱり小さいのではみ出る可能性はあります。暑い。最初ブルー入りました。もうこれ切っていいかな。うるさいですよね。切ります。これはやばいかもしれないですね。まる前に、あ、OK です。あ、静かになりました。問題ないかな。ちょっと浮くので下に入りがちですね。救出します。やっぱり多少はみ出ますね。入れ口が小さいので、まあ、そこは前回ほどじゃないので気にせずやっていこうと思います。うわあ、かなり勢いよく入れないとはみ出ます。いや、難しいな、これ。注射器とかでやった方がいいんですかね。またこれは固まってから
あれですね。結局グダグダです。難しいです、あのやっぱり入れ口が小さいから、この間よりかなり小さいです。固まってきれいに取れるまでの我慢ですね。無駄が出ますね、こぼれるから。注射器があればよかったですね、本当に。薄いし、はみ出るし。ラスト1個ですね。もう一個かな。ちょっとまだ固まってないので、固まったらこの周りの処理をします。ちょっと固まるまで待ちます。はい、固まってきました。思ったより時間かかります、固まるまで。それでちょっと周りだけ拭いてたんですけど、その前の固形のワックスは、まあ、ちょっと私がやるのは早いのかもしれないんですけど、周りの固形は前の固形ワックスより、取りづらいですね、はみ出た部分が。でも多分もう少し時間を置けば綺麗に取れるのかなとは思います。崩れやすいんだと思います。
なので前の、固形のものより取りづらいのかなっていう感じですね。ただ気泡が全然入らないです。もうこれはすごくいい。だ今回は私が使った器がちょっと問題があって、この口も小さかったし、前回ぐらいの幅があれば多分はみ出ないでできたと思うんですけれども、今回はもうこの口が本当に本当に注射器でやらないと入らないぐらいの小さい入れ口だったので、それはしょうがないかなと思ってますけど、よく皆さんこんなんでお作りになられる方も多いと思いますけど、もうそれだったら全く問題ないです。むしろ固形のワックスでもものすごくきれいに作られる方もいますけれども、本当にこれはあったら本当におすすめです。じゃあ恒例の、そうだ、あとこれもですね、さっきちょっと入れるのに精一杯ですっかり忘れてて、停止した後に入れておきました。これもかなり入れるの大変でちょっとはみ出ました。そこの部分は拭きました。じゃあ電気を暗くして点灯してみたいと思います。どうでしょう。ちょっと分かりづらいかな。分かりづらいけれども、気泡が入ってない分、透明感が前回より全然いいと思います。今度はもうちょっとやりやすい器を選んで再チャレンジ。もうリベンジ何回目ですかってぐらいですけど、でもとてもジェルは美しくて、いい香りで楽しいので、まだまだ作りたいなと思っています。100均のチューブジェルは本当におすすめです。ぜひ使ってみてください。一応今日はこれで出来上がり。前回よりはグダグダじゃなくできたかな と思います。それでは皆さんどうもありがとうございました。風の雫でした。さようなら。